はい、こんにちは、ビッグボーイです。デスティニー2オープンベータ、続きやっていきます。じゃあ言った通り、反転スパイアのストライク。多分別のプレイヤーが参加してくるかもだから、共闘してやっていこう。来た。カバルを調べる。タイタン落とされたけど。ここがネッスス。ベックスが徘徊する世界だ。レッドリージョンがここにタイを送り込んだ理由を知りたい。フェルセフ、オンラインか。司令官、あなたの頼れる AI がオンラインで準備万端です。重要なベックスシステムにもいくつかバックドアを作りました。激震による崩壊をいくつも検知しています。カバルの仕業かもしれません。何が起こっているのか知る必要がある。ガーディアン、地表から報告してくれ。幸運を祈る。仲間が先に行っちゃってる。本来デスティニーはいろんなプレイヤーと一緒に共闘していくゲームだったはずだから、フレンドとかと遊ぶのが楽しいと思うんだけど、外人かなこれ。みんな、おう、タイタン以外のね、陛下だとどんな技が出せるのか、どういう特殊技があるのかも気になるけど、ハッキング、よし、新しい目的。なんだろう、本当にインフィニットオフェアをより壮大な物語にしたような感じ。右側、ベックスの滝、ベックスの海域でしょう。あ、敵が来た。シールド。いてててて。あの奥にいるのなんだ、リージョナリか。3人もいたら余裕だな。どんどん移動して、やっぱりタイタン女性だよねこれ。この前はゴーストがひたすら喋ってたから、タイタンも男だと思ってたけど。リスポンは制限されている。光に向かって歩くという比喩がかかっていますね。なんとなく嫌ですね。うわ、いるいるいる。スナイパーとか欲しいな。こういうところをさ、なんだろう、3人だけじゃなくて30人とかそんぐらいで戦闘できても面白そう。あ、仲間が。グレネード。シールド。何？仲間全滅した。リスポン待つか、ここで。痛い。待って待って、激しい激しい。
いてててて。よし、オッケー。ちゃんと3人でちょうどいいぐらいの強さになってるんだな、敵も。よし。確かレベルは上がんなかったはず、ベータでは。みんな一括で20か。眩しい。あのドリルを見てください。ベックスでさえカバルの侵略を止められません。生き残ってもそれは一時のこと。誰にとってもな。近接スーパーチャージ来た。オラ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 、いた。サイモン、いた。シールド、もしもの時のシールド。あ、ちょ遠いな、降りよう。どういう映るか。あ、酔う。酔いそう。これもしも60フレームで動いたらすげえ酔うな。発掘現場のドリルに接近する。これ壁走りとかはできないよな。できないよね。なんだろう、ほとんどオープンワールドな感じか。スレッチャー、なんだよ、壊せんのあれ。あ、浮いちゃった。パンチ。ほら、パンチが強いんだけどね。倒したもん勝ちだよ、船長。目的地あっちか。よっしゃ、ここは一丁スーパーチャージ。痛い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 。待って、ひどい。スーパーチャージ使った直後はどうしてもな。あ、そして来た。サンキュー。あ、シールド展開してる。こっちもコロッサス。オッケー。いいジョナリーはこれ。出て、サイオン。痛い。オッケー。わあ、たくさんいるな。よいしょ。うん、グレネード。あ、盾みたいな持ってる。
巨大なベックスエネルギーを検知しています。そしてそこにたどり着くにはあの巨大で尖ったドリルを通過しないといけない。なんかデカめのモンスターの出現頻度高くなってる。ドリルに乗り込む、乗り込む。あ、これ挨拶とかあるんだ。ダンスと？お、グレネード。よし、3人ならもうゴリ押しでもいけちゃう。さあ、敵がたくさんいるけどここ遮蔽物なさすぎだな。犬が、犬みたいのがいる。シールド展開、展開したはいいけど後ろにも。正しい方向に発射することを願いましょう。出なければ相当痛い目に遭います。どっか遮蔽物があるところへ。発掘現場を進む。向こうか。燃え尽きそうな、この高速移動。え待って、仲間も死んでね今ので。これはひどい。自分である程度制御しないとダメか。おっ、よいしょ、 OK。 ほい、スーパーチャージ完了。お、これね、今持ってる、持ち合わせてる武器だと全然狙いにくいというか、そうだ、武器なんかスカウトライフル、あ、これがいいね。あ、よいよいよい。仲間がガシガシ進んでしまう。レートが恐ろしく低いけど、あ、マガジンも恐ろしく少ないけど。あ、仲間、あ、蘇生一瞬で終わるな。本当にやるんですか？どう？え、待って、みんな死んだ。さっきのドリルどうやって進むかな。よし、さてこのドリル。正直逃げ出してしまいたいです。ああ、おお、
そこだな。うお、ギリギリ。危ない危ない危ない。あー、今風圧で吹っ飛ばされた。いてて、後ろ。もう進んじゃった。カバルで探していたのはおそらくこれでしょう。モジュールマインド。あー、ボス。よくわかったよね。とりあえず特攻だね。まったくあなたはもう。ほら。あ、消えた。さあ離れよう。シールド展開。グレ、いてててて。わ、勝てな。普通のモンスターでも十分硬いと思うのに。いててて。リロード。仲間が死んでる。おお、近い。助けに行くか。地面を崩されています。仲間が助けた。あ、え、え、あ、降りるのか。これ足首くじくんじゃね。これ足首くじくんじゃね。セーフ。勝ってー。シールド。あ、倒された。エネルギー変化、気をつけて。サンキュー。あー、仲間、待って、隠れるのが先だわ。いてえ。どうした。ゴブリンが、ゴブリンが、こんなに強いゴブリンが存在する世界があったか。あ、リスポンしたか。あ、たたたたた。で、吹き飛ばされた。そしてサンキュー。やっと半分か、これで。これ、これ火出してくるから常に移動してないと。すぐダメージ受けちゃう。逆に移動しながらだと全然ダメージ受けない。また落下です。マインドは損傷を受けています。そのまま続けて。おお、ホップスト。こっち使うか。距離を保ってスーパーチャージ来たけど
使いどころがね、この戦闘だと。体力が多いからスーパーチャージの技を使ってもそんなに減ってくんないし、いてててシールドを。そして、移動しよう移動しよう、グレネード、あー外れてる、あ弾がね、やっべえ弾がね、拾いに行くか。よし、くらえ。倒した。あの、フェールセーフ。何ですか、ゴースト。やりましたよ。完璧にこなしましたでしょ。こなしたのは船長、あんたは隠れてただけ。オフボタンが欲しいです。こういう感じで数多くのミッションを仲間とこなしていくっていう感じで、比較的自分は、まあ、自分はというかプレイヤーは敵と比べて体力かなり少ないから、てか全然倒してない。ちゃんとかわしつつ、その代わり蘇生は早いけど。さて、これはここまでだね。まあそりゃベータであんまり大量のストーリーが遊べるわけはないと思うんだけど、じゃあ次回どうしようかな。対戦モードとクイックプレイ、あ、こっちはまたクイックマッチか。次回クイックマッチで、クイックプレイでマルチプレイやっていこうかな。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。